ェラーリ乗るんだったらブリリアントマフラーいいですよね。ブリリアントマフラー知らんな俺それ。いいんや、アストンマーチンやった。1日コーヒー何杯ぐらい飲みますか。今家にいる時間長くて1日ブルクリ3、全然いいよ。1日3杯なんか全然マシやで。マシっていうか普通じゃん。だってそれ朝昼晩でも1日3杯は全然いいよ。日本車買わないのにアルファードはなんで。日本車買わないのにアルファードはなんで。いや日本車買わんじゃなくて日本車わからんっていうことやで。あんまり ベンツでおすすめありますか。なんやろな、一番値段落ちにくいのはゲレンデじゃない。ゲレンデの新型はかっこいいと思うけど乗ってる人が多すぎて俺はあんまり乗りたいとは思わない。かっこいいけどね。カイエ乗ったことあるよ。教習所どこ、教習所どこでした。どこやったっけ。寮の近くやったからな。どこやったかね。住井の家じゃなかった、確か。南野選手いつぐらいには逃げた。いや分からん、呼ばれへんな、まだ。女性に乗ってほしい車は何やろうな。女性に乗ってほしい車、俺的にはマカンか、あのポルシェのマカンか、まあ、レンジローバーとか、レンジローバーのスポーツとか乗ってたら結構かっこいいなって思いますね。何歳で免許。18歳かな確か。アベノマスク届きました。届きましたね。海外挑戦したいですよ。声めっちゃ素敵です。嘘よ、免許ないんですけど走る方が速いんで大丈夫です。いや それは絶対ない。普通に車の方が速いで絶対。マカンとレンジローバー買います。すごいな、お金持ちやな。2台も買うよ。ミニクーパーも、まあミニクーパーもいいよね、女性が乗るなら。ベンツは嫌じゃないですよ全然。大きい車と小さい車、大きい車かな。小さい車、俺も結構でかいからさ、あんまり。何ヶ月で免許取れましたか。俺なんか結構時間かかったけどな。一回俺だいぶいかんくなったけどな、3ヶ月ぐらい。もうめんどくさと思って。パックで。杉本さんはお金持ちですか。全然お金持ちじゃないです。日本車は興味ないですか。まあ興味ないというか、今はあんま乗りたいなと、乗りたいと思う車はないですね。マセラティレバンテ、ああいいよね。アメ車とかはあんま興味ないね。サングラス欲しかったね。キヨ君絶対いらんやん、絶対いらんやん、あのサングラス。あのサングラスっていうか使わんやろ絶対。10万円もらったら何に使いますか。別に使わんのも。今まで乗った車は何台ぐらいですか。何台ぐらいなの。7、8台ぐらい。車ないとき何で練習場行ってたの。あ、教習所、練習場、うん、自転車やね。運転苦手すぎて見えひげ生やし始めたきっかけ、
いや、なんかもうそれの毎日めんどくさいから一回生やしてみようかなみたいな。今一番やりたいこと、試合。フェラーリの4ゴッパ乗ってましたか？乗ってたよ。4ゴッパのスパイダー。めっちゃいい車やったね、あれは。値段落ちひんし、スポーツカーでも。ケンユストイックだから毎週まで朝走ってきてたもんな。そう、俺セレスト時代そうやな、ほぼ毎日走っていってたな。帰りたまにほふく前進で帰ってたもんな。あれは記憶に見られた時は恥ずかしかったわ。そのひげはどこまでがひげなんですか？ここっすね。こっから下はひげ。眉毛剃ってないよ。眉毛とかいじらんで一切俺。なわけあるかい。嘘です。ランボルギーニはどうですか？ランボルギーニめっちゃかっこいいと思うで。めっちゃ値段落ちるけどな。でも自分が乗りたいんだったら乗ってもいいと思うけど、まあお金あんねやったらね。俺はあんまり。買わんかな。キヨ君とコラボ。いや、キヨ君もやっぱ子供もおるからさ、なかなかちょっとね。難しい。サポーターとつなげないんですか？つなげないっすね、今は。アクアノートいいよ。アクアノートめっちゃ俺いいと思う。アクアノートはね、なんかどんなシーンでも使えるし、なんかフォーマルな時でも使えるし。まあでも欲しくても手に入らんよ、アクアノート。アクアノートのトラベルタイムっていうのを買ったけど、僕は。私も2匹買ってくるトイレです。大変。しつけ大変やな。ちょっと、半年ぐらい。そしつけができたらな、だいぶ楽やねんけどな。家、高層マンションですか？そうっすね。俺、63階に住んでます。レッドのマスク注文して子供は寝るからおやすみ、カレン、ハナ。オンライン飲み会とかあんませんな。お酒飲んでないよ最近全然。元マユのギグスはフェラーリをクラッチが硬くて足首にもある。そうな。別に俺そんなことないと思うけどな。二重丸チャンネルって知ってる？それさ、洋次郎くんの YouTube じゃないの？ワンちゃんはメスですね。デイトナも持ってるよ。あ、デイトナでも手放したな、俺最近。お酒、ワイン、お酒何好きですか？ワインかな。いや、63階は嘘っすよ。日本で63階建てのマンションなんかないからね。そんな全然、もう全然低いところに住んでます。こんにちは、マテイヨニッチです。おもろいんけ、それ。
ちょっとダイソン落としてる。いや別に落としてるつもりはないけどな。黒の iPhone ケースはどこのですか？ね、iPhone ケースは普通に電気屋さんで買いましたね。ビビちゃんって名前、ケンユがつけたそうですね。好きなアイスは何ですか？パピコ。もし生まれ変わるなら男、男やな。ケンユの家政婦にしてください。いいよ。その服ない、この服はナイキじゃないね。自分を動物に例えるならないやろな。トラ、トラ好きやねんな俺。パピコ梅味とかあるもん俺普通に。なんていうの、キウイのパピコは食べてない。親しい芸能人はおらんだろう。犬飼っ始めましたね。作ってもらったら嬉しい料理は何ですか？何やろな、イタリアンとか。お子さんは寝てないと思う。まだクリームシチューも嬉しいな。憧れの選手おらんな別に。キウイやし。自粛期間中寂しくなってワンちゃん買ったんですけど全然ちゃうで。俺はもう5年前ぐらいから買おうと思ってたから、まあ、なかなか勇気が出せなくて。でもビビちゃんを見た時にもうちょっとこれはやばいなと思って。明日コメダ行かんな。トレーナーエッセンシャル、あ、そうそう、これね、ロンティパン派ですね、朝は。後ろの絵は J リーグで初ゴールした時に記念にもらったゴールのネットですか？なんで知ってるの？なんで分かるの？すごいな。あれは忘れられへん思い出やからね。何県？チュアペキ。コンビニ店員が機嫌悪かった。権威に片思い中です。どうしたらいいと思います？思い続けるしかないよ。明日からは見よう。明日は米じゃな、米だじゃなかてパンダですか？ほんまにそれは分からへんわ。何言ってるか。試合中仲間と喧嘩したこと、いや喧嘩しまくりやですね。天狗の実家豪邸です。なんで知ってるの？試合前のアップ中は何も考えてないな。車何撮ってますかってどういうこと？今日大阪雨ないな。
きになった子に彼氏がいたらどうしますか。うわ、好きになった子に彼氏がいたら分からん。彼氏がおる子を好きになるの、それは。その前に分かるやろ、多分。マルと仲悪い、仲悪ないよ。梅酒は好きですか。飲まんな、梅酒。自分の中のスーパーゴールは、スーパーゴールとか決めたことないけど、セレッソ時代の J2 にいた時の横浜ホームでの横浜FC戦のというのは、別にスーパーゴールじゃないけど、なんかめっちゃ、なんかめっちゃ自分でも好き。ケンユー君、たまにダイソンのドライヤーで引けて届いてるって聞きました。誰から聞いてんそれ。どこの情報やねん。めちゃめちゃプライベートな情報知ってるやん。どうやったらイケメンになりますか。いや、内面か、内面からイケメンになったら多分それがこう出るんちゃいます。天下茶屋の美味しいお店はどこですか。ね、千屋、餃子屋の、餃子の美味しいとこ。私はボレーシュート得意です。ヴェルディの時からケインが好きです。おお、だいぶ前ですね。フラスハウスのメンバー誰が好きですか。社長かな。ダイソンのファンでいい。ダイソンのファンいいですか。どういうこと。掃除機の名前がファンっていうの。ごめん、全然分からへんねん。そうやったとしたらいいと思う。ティッシュ丸めてリフティングで言わやったことないな。競歩で練習行くことありますか。競歩で、まあ基本競歩やけどな。普通に近場とかやったら。夢と社長どうなると思いますか。分からん、無理ちゃうと思う。知らんけど、どうなんやろうな。ナイキとどうやったら契約できるの。しようと思ってるだけど、頑張ったらできるよ。サイドビジネスってなんか今してないね。サイドビジネス、今日一日密着で恐怖で、今度一日密着で恐怖で練習場を向かうシーン撮ってください。確かにそれでも恥ずかしいな。チャリに ETC つけたんですけど、首都高乗れますかね。え、乗れんじゃん、普通に首都高ぐらいやったら。
待って、めっちゃおもろい人おんねんけど、杉本選手の大ファンなんですけど、下の名前って何ですかって、全然大ファンちゃうやんそれ。どういうことなの。めっちゃおもろいやん、大ファンやのに下の名前知らんねん俺の。すごいなそれ。インスタでアディダスの服着て投稿してください。なんでの、無理に決まってるやん、ナイキと契約してんのに。ナイキと契約したらいくら、それ人によるよ。51歳のお父さんの件かっこいいと、え、嬉しいな。自分今日ウーバーイーツしてるんで今度届けます。いやめっちゃ遅そうやからいいわ、待つの嫌いやから。ウイレで使ってます。ありがとうございます。血液型は A やな。関西の方って待つのすごい嫌がれてきますけど、いやそれはまあ人によるやろな。県営と契約できますか。それは無理やな。またプレゼント企画、うん、またやる。ウラとセレスどっちが良かったですか。どっちがとかない、そんなの。そういうレベルのあれじゃないね。持ってるものは多い方、それともどう、まあ捨てたりあげたりするかな。こんにちは。続けたら県営と契約できますか。それは無理かなと思う。契約って何なんまず。化粧水つけるときコットン使わない。好きな YouTuber とか別におらんの。高校生におすすめのブランド、いや分からん。高校生におすすめのブランド、ケイクのことめっちゃ大好きです。ありがとうございます。サッカー選手になってなかったら何になってましたか。自分でも分からんな、それは。携帯は何パーになったら充電する、そんなん考えたこともない、決めてもないな。ビール飲みますか。ビール、うん、飲む飲む。ビール好きっすよ、めっちゃ。まあもうあんま飲まんけど、そんなに。映画チャンネルは見てないな。ゆいちゃんに話しかけるとき赤ちゃん言葉になる。もうなるよな、ちょっとなっちゃうよな。 A 型の女の子と付き合ったことありますか。他の俺も血液型とか
気にしてないかな。爪は爪切り生やすい、爪切りやっぱどっちもやな。友達とケインにどっちが先に呼んでもらえるか戦ってます。外へのトレーニングは紫外線ケアしますよ。ほろ酔いのクリームソーダ味を飲んでないな。 B 型大阪女子は嫌いですか。別にそんなんないけどな。血液型で判断はしやんかも。別にいつも何時、まあ遅くても12時には寝てるね。肋骨骨折から復帰した青い北九州戦の大雨の中のゴールは忘れられない。あれは俺も忘れられない。あれね、まあ、俺肋骨何回か折ったことあるんですけど、あの時ね、まあ肋骨もちろん折れてて、あの時ね、なんかね、気胸に刺さってたんですよ。で、もしかしたらなんかそれがわ、もうちょっと悪かったらなんかその管を通してやらなあかんみたいな感じやって、で、まあ最悪の事態にはならんかったんですけど、で、何日かしてもう俺試合出たくて、でね、もうドクターとね、もう1時間、2時間ぐらい格闘してね、もう大反対されたんですよ、あの時。実はね、もう一回そこ来られたらもうやばいみたいな。もうでも俺からしたらもうそんなもう一回来られてもそんなどうでもいいみたいな。俺も試合出て点取りたいし、チームの力になりたいみたいな気持ちしかなかったから、もう自分でもうドクター先生に説得しに行って、でまあ俺の推しに負けて、まあ出させてくれて、でまあ結局ね、途中から出て点、俺が点決めてあの試合勝って、もう俺もトレーナーともロッカールームでも抱き合いましたもんね。あの時は忘れないですね。黙れろみたいな感じでしたもんね。セレッソのルヴァンカップの時のゴールも俺は忘れない。いや、あれは俺もね、忘れないですね。アドレナリンバリバリで、もうアドレナリン出たら多少のことはあんま痛くないからね。ドクターって、そう、チームドクターね。お家でたこ焼きとかしないね。トレーナーとだけ会った時にもう一回折れたら思うのかって、いや全然思んないよそれ。普通にやばいよそれは。でね、あの時に言ったんがね、たまにいじられるんですけど、骨一本ぐらいなんて、なんか骨一本ぐらいなんか痛いって言ってられへんみたいなこと言ってたんですよ俺。でも本当にその時はその気持ちやったんですよね。骨一本ぐらいでみたいな。まあ、チームがもうその時の目標が、俺はもうそのチームを J1 に上げるっていうことだけしか考えてなかったんで、もうその怪我してる場合じゃないし、骨一本ぐらいそんな関係あるかみたいな感じやったですね。ああ骨一本言ってたな、そのインタビュー。骨折した回数だいぶあるよ俺。手首とかも結構骨折したことある。まあそれは選手になってからじゃないけど。ストレス発散方法、ストレスたまらん、まず俺ほんまに。あんまり別に
なんかめっちゃ長くてすごい熱いこと言ってくれてる方がいます。本当におしゃれな人って意識からおしゃれ、横入りのつまもおしゃれじゃなくて意識から全てがつながってスタイルが完成する人、それは好きが始まりの意識で、なんちょっと待ってコメントがめっちゃいく、好きは最強、先何天的な容姿ももちろんプラスに働くけど、そこはスタートじゃなく、それがもったいなく、もったいなくもお飾りになる意識、権威は間違いなく意識からのおしゃれ。そうなんや。なんか嬉しい、うん、褒めてんのかな、それどうなの分からへんけど、骨細い弱いんですか、まあ、当たりどころちゃう、肋骨とかは結構当たりどころが悪かったらすぐ折れるからね、肋骨なんて小さい骨やから。球はちょっとうざかったっすね。また今夜も漢字の学習会。結構インスタライブして漢字教えてもらってるからな、みんなに勉強会したいな。もうええで、質問とかも漢字の答えへんからな、絶対バカにされるし。鎖骨すぐ折れるよな。宿題燃やしてもいいですか。ええんちゃう、燃やしてもらえ。いやマジで待ってない、いらんほんまに。関係の問題解いてほしい、それおもろそうやな。 YouTube で関係の問題解くってそれおもろそうやな、それやってみようかな。唯一好きな教科は何でしたか。ない、別に。経営が感じ弱いってみんな分かって、いや分からん、杉本さんがおしゃれだと思う人は誰ですか。杉本さん以外に白樫くんちゃう、やっぱり。うんこドリル知ってますか。知らん。一問も解けないで YouTube 終わるんじゃないけん。アホか、一問は解けるやろ絶対。まあめちゃくちゃ褒めてくれてねな、さっきの長いコメントありがとうございます。やってみる、漢検。漢字すらさ、やめる件なんて件じゃないって。読めた方がええやろ。権威のバカさ、バカじゃないから、俺は。新聞読むよ毎日、日経新聞とか。好きな方言とかないな別に。初めての時計何円ですか。何円やったか、20万円ぐらいやったかな。杉本選手は大ファンなんですけど、使い終わった後スパイクとかって残してないな、大体もう変わるからな。
広告出資やな。 あと3分でもう1回終わる、1回っていうかまあ終わります。日経新聞の漢字読めてないと。バカにしてくんなよ、ほんま。読めろい。後ろの壁飾りなんです。飾りやろ、絶対。どう見ても飾りやろ。ケイン、英語読める。英語なんかほとんど読めるよ。延長なしやな、今日も。ちょっと眠たなってきた。今度いつライブしてくれるの？みんながしてほしかったらいつでもします。明日もしようかな。たくさんの時みんなオーバーホール、いやオーバーホール俺出したことない、まだ。延長なしやな、けど。残り1分43秒。今日、陸がステイホームのことをホームステイって言ってました。めっちゃおもろいよ。ありがとうございました、本日は。5年目安ぐらいでオーバーホール出してね。え、時計屋さんの人？夜キポ、やっぱりみんな夜の方が見やすいよな。いや、オーバーホール出した方がいいのは分かってるよ、そんな。今日もありがとうございました。明日ビビちゃん、じゃあちょっとね、ビビちゃん今日多分疲れて、今ちょっと多分先に眠そうやったんで、明日、はい、ちょっとやりますね。銀座の、この前買ったの銀座の時計屋ですね。消えます。消えんといて、もう消えます。